ホームチャンネル。はい、今日はこの納豆の蓋を開けてですね、いつもこうフィルムに納豆の粒が5粒とかこうついちゃって、それをまた箸でこう取る作業がですねちょっとめんどくさいので、いかにこのフィルムにつかないで、こうフィルムに豆がつかないようにですね、開けるにはどうしたらいいかということで、ちょっと便利な開け方をご紹介します。まずこの納豆を開けて、普通に納豆をこうフィルムを取るとですね、こういう感じで豆がこうついてきてしまいます。これでもつかない方で、3粒ぐらいですか。で、これをですね箸でこう取ってご飯に乗せちゃう人とか、このまんまこう捨てちゃう方もいるかと思うんですけども、これをですね手を汚さずに、さらに早くですね豆をつかないように開ける方法がありますのでご紹介します。はい、この開け方をすればですね豆は一粒もつかずにですね、簡単に手を汚さずに開けることができます。そのやり方なんですけども、まず普通にこう蓋を開けます。で、このタレとかがある場合はこれを取っていただいて、これでフィルムを剥がさずに蓋を閉めます。蓋を閉めながらこの端っこのフィルムをちょっとこう出します。で、蓋をこう押さえながらですね、で、フィルムをぐーっとこんな感じで引きます。そうするとこの蓋がされてますから、ずっとこう豆がつかないわけです。で、これで、こうちょっと糸をこうする、ちょっとこう巻きつけながらですね、で、これはゴミ箱に捨てていただいて、そうすればですね、こう綺麗に手を汚さずに豆が一粒もですねフィルムにつくこともなく納豆が開けられるということです。皆様も納豆を食べる時はですね、これを試してみてはいかがでしょうか。以上、納豆の豆をフィルムにつけずに取る方法でした。